今日はですね、ニコ&のベストなんですけど、こちらフリーサイズ、リバーシブル、裏表逆、こっちが表なのか、またこっちが、どちらでもいいんですけど、表示がね、左側についてるから、こっちメインなのかなとは思います、ネットでお安く買いました。はい、で、あとこちらの T シャツが無印で、襟のところが黒ですね。大抵白とかが多いんですけど、黒です。で、サイズが L です、はい。で、コーデュロイパンツはいつもの楽天。で、はい、島村のメンズのメッシュベルトでしてます。ギュッと。はい、で、靴下がシーズンリーズンですね。はい。でも、もう足元が結構雪解け始まってるんですけど、ちょっと怪しくなってきましたね。このモカシ開きですね、はい、でピアスが、はい、シーンです。これは太めなんですよね。でも全然軽いんですよ、重くないで、後ろ髪、うん、はい、だいぶ伸びてきましたね、まあ、ただ襟足短いんでねじってまたピンで留める、あとスプレーで留めてます、はい、あとは白髪とかは目立つんですけど、まあそれは置いといて、お前ピチッとしないね、こうちょっとつまみ出した感じに今日はしてます。帽子かぶるときはもうピチッと、まあ、留めちゃいます、はい、ということですはい、今日はですね、ユニクロのベストと無印良品のギンガムチェックのシャツです、はい、パンツも無印です。これは去年ぐらいに買ったものですね。このニットベストも何年前のでしょう、 2,3 年前の、2年ぐらい前のね。で、ユニクロのベレー帽で、ピアスはシーンです。これメンズなんですけどね、これね、使い勝手がいいです。確かサイズは M ですね。このシャツは L サイズ。このパンツも L サイズ。はい、足元は黒、いい靴下。ということで、この帽子と足元は合わせてます。はい、なんとなく3色ぐらいでまとめればいいかなっていう感じで服を着ています。はい、こんな感じ。です。はい、今日はですね、マックハウスのメルシャツと、コーデュロイパンツですね、いつもの。で、このネルシャツなんですけど、フリーサイズです。切れました。はい、でピアスがシーンですね。ってな感じで、ってなわけで、はい、今日もカジュアルです。Thank you.
Thank you.